ディキャピテーテッドは、ポーランド出身のエクストリームメタルバンド。母国クロスノで、ボックビテクのキルティカ兄弟、サウロンによって結成。翌年にはマーティンが加入して、ラインナップが整い、平均年齢は14歳であった。同国を代表するエクストリームメタルバンド、ベーダーを主催するピーターがプロデュースのもと、2000年に、ファーストアルバム、ウィンズ・オブ・クリエーションでデビュー。 2005年にサウロンが脱退、公認者として元アトラフィアレッド3の小判が加入する。マーティンがホースアルバムオーガニックハリューセノーザス発表後2007年10月にバンドを脱退。同年11月2日、交通事故によりドラマーのビテクが23歳という若さで亡くなり、小判も重傷を負う。この一件により、 バンドは活動休止を余儀なくされた。2009年頃より活動を再開し、創始者ボック以外のメンバーを一新。2011年に再起をかけた5年ぶりの 5th スアルバム『カーニバルイズフォーエバー』を発表する。2014年、6th ス l b u m Blood m a n を発表。2017年、7th スアルバム『アンティーカルトを発表。2018年にドラマーのミハウイセイコが脱退。 2020年に、ベーダー等で活動するジェームズ・ステュアットが、ライブセッションを経て加入。また、ベーシストのフーベルとビーチェックが脱退した。ミハウ2014年、左フーベルと2017年。ありがとうございます。